の富豪ですわ。あの方々もいらしたんですね。どんな謎もすべて解明します。それが我がレイトン探偵社のモットーです。密室どころか完全な密閉空間です。ゴーストさんの正体は究極のかまってちゃんですね。どんな謎も解いてくれるっていうのは本当か？では試させてもらうぞ。なかなかの難題ね。これでどうかな。これが真実よ。今日から始まるんだ、名探偵カトリーの物語が。時計の針は巨大なモナカで作られていたのよ。なんでお前のデタラメ推理が当たるのか。犯人は極めて知的で冷静な判断力の持ち主。俺を過去に乗せろって。犬が喋ってる。おいお前、なんか想像してるだろう。違いますよ。父に代わって依頼はこの私が解決します。レイトンミステリージャーニー。なんかさ、開けると死ぬ箱とか未来からの手紙とか古代文明的なやつとか、そういうのない？ねえよ。